はいどうも、ズズチュンです。本日はですね、こちらの方を開封していきたいと思います。いや、結構でかい箱なんでね、楽しみですね。しかも結構重い。はい、本日は、日本ハムさんから出ている、新しいサプリメントですね、イミダの力、こちらを紹介していきたいと思います。で、有名な選手だと、まあ、例えば、まあ、日本ハムさんね、サポートしている、セレッソ大阪だったり、あとはラグビー選手で有名な方だと、ウイングの福岡堅樹選手だったりが、実際に使用して、使われているサプリメントになります。で、今回はね、パウダータイプと、このボトル、ドリンクタイプ、瓶ですねのタイプ2種類がありましたので、どちらも、使ってみようと思います。で、効果として、まあ、何が効くのって話なんですけども、こちら、まあ、取ることによって、試合中だったり、まあ、練習中ですね、終盤までしっかりと粘り強く、体力が持つような、そういった効果が期待できたりだとか、あとは翌日の疲れですねがかなり軽減される、そういったような商品になっております。で、こういう話を聞くと、多分動画をね、毎回結構ちゃんと見てくださってる方、非常にありがたいんですけども、まあ、そういった方、だったら気づくと思うんですが、そう、以前紹介しましたカツサプさんですね、これに非常に似たような印象を持つかと思います。ただこっちがね、実はこれカツオのペプチド、カツオペプチドって言ったような成分が効くんですけども、今回はイミダゾールペプチド、カツオじゃなくってこれチキン、鶏の胸肉だったりあれを元にした、有効成分が入っているものとなっております。そこがね、やっぱ一番違うポイントですね。まあ、僕もそんなに詳しくないんで、あれなんですけども、まあ、ざくっと言うとアミノ酸なんですが、まあ、アミノ酸の種類が違うという話ですね。で、あとはカツサプさんよりも、まあ、1本あたりが、もう少し安いのも特徴です。確か瓶、まあ、この箱で買ったらね、さすがに、5本入ってるので3000円ぐらいするんですけども、まあ、5本で3000円なので、まあ、1本600円ぐらいで、今言ってた一番効くそのイミダゾールペプチド、そのアミノ酸の部分ですねは、含有量がかなり、豊富に入っていると。瓶の方は1本で 500ml で、こちらのスティックタイプの方は、1本で 250ml、入っているそうなので、まあ実際にね、まあ、僕自身もこのカツサブってサプリを使ってみて、まあ、非常に効果を体感で、翌日の疲れとかがすごい、まあ、楽で、試合終盤までしっかり走り切れるっていうのを体感しているので、こちらのね、イミダの力も非常に似た製品ではありますが、まあ、さらにもう少し安いっていうところもありますので、実際にね、使ってみて、まあ、どっちの方が効くとか、まあ、あとは実際にこう、まあ、使う際に、やっぱ金額とかね、気になると思うんですけど、まあ、どっちの方がコストパフォーマンス優れてるのかっていったところも、しっかりとね、検証していきたいと思います。また一応取り方なんですけども、まあ、試合の30分前とか、1時間前とか30分前ぐらいですかねに、取ってもらう、1本取ってもらうみたいな形で全然大丈夫なんですけども、結構福岡堅樹選手とか、かなりトップの選手は、まあ、これ継続的に飲むと、まあ、さらに、パフォーマンスが上がるということで、なんかね、1日3本ぐらい飲んでるらしいです。瓶1日3本なんで、まあ、大体1日1800円、それをずっと飲み続けていった方が本当はパフォーマンスがすごく良くなるらしいんですけどもね、さすがに僕らそんなにお金出せないので、まあ、僕らはね、まあ、そのローディング、その8日間しっかり使って貯めてからバーンって出すっていうのも非常に重要なので、それも今回やってはみますが、まあ、基本的にはね、1回使ってみてどうだったかっていうのを、まあ、重視してレビューできたらいいかなと思います。というわけで本日は、日本ハムさんから出ている新しいサプリメント、イミダの力の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。